皆さん、お疲れ様でした。本日、2023年、10月の18日、20時、56分、阪神タイガースの選手や、関係者や、プロ野球業界だけじゃなくて、他のスポーツ業界の方たち含めてへのメッセージということになるんですが、今日の試合、まず1勝のアドバンテージを得ている状態でクライマックスシリーズ、阪神対広島戦、テレビの放送の仕方が、18時16分から、関西の方の地上波では放送されていました。それにはそれで、対応の仕方っていうものはあるにはあるんで、その方向で進めていました。で、8時16分もしくは17分ぐらいから、テレビをつけての対応ですね。で、今日の試合なんですけども、正直相手ピッチャーの栗投手を見たときに、阪神タイガースの今シーズンのそのフォアボールの数とかを意識していたんだと思います。コントロール重視で、コントロールは良かったと思います。際どいところ、際どいところに投げ込んできて。ただ、ボールは簡単に捉えれるなと。そういう感覚でしたね。で、頭の中を貸しているので、やっぱり捉えれますね。で、ディフェンスがしっかりしていて、阪神タイガースの選手。ピッチャーもそうなんですけども、ところどころの場面で、ノーストライク、スリーボールになる場面っていうのがあったと思いますけども、例えば、最後の方、島本選手だとか、ああいうふうな時に私が何をしてるかっていうと、言葉の組み上げで頭の中を送る時に、コントロール重視で頭の中を私いたしますというワードで、送っています。やっぱり、しっかりとストライクゾーンにボールが行くんですね。で、甘いところになかなか行かない。これは、野球をしてる人たちならよくわかると思うんですけども、そのストライクカウントとボールカウントによって、あと点数差とかのその状況によって、やっぱり相手の対応の仕方っていうものが変わってくる。例えば、阪神タイガースが4対1にリードしたときに、やっぱり相手バッターは、ボール球も振りに行ってしまう傾向がある。なんとか塁に出なきゃなんない、打たなきゃなんない、こういう心の中にそういうものがあるから、やっぱりそうなってしまうと。もちろんそこで、例えば、極端な話、ノーボール、ツーストライク。正直、やっぱり点数が差ついた時点で、そのカウントになった時って、やっぱり対処が難しい。かたや、阪神タイガースの選手は、ノーボール、ツーストライクからでも、フルカウントまで持っていけたりとかしてるんですね。だからその辺のところは、僕の方で言葉の組み上げっていうものは、制球力、いや、バットコントロールを中心に頭の中をお渡しいたしますとか、そういうふうな言葉のワードで頭の中を、渡したりしてますね。で、4対1。の点数差についてから頭の中を渡す分量っていうものがだいぶ少なくなりましたね。その辺のところは4対1までリードした時点でエネルギーの残存量問題というところでそのまま試合を早く終わらせる、そういうふうな形で進めてていた、進んでいたというような状況ですね、今日の試合は。今日村上投手が先発をしていて、中継ぎ抑えで出てこられた、ピッチャー全員、問題がなかった。中継ぎ抑えとして出てこられた選手でフォアボールは一つもなかった。やっぱりそういうところだと思いますね、最終的に。あとは、今日お伝えするメッセージとしては、明日、きっちり
3勝目をしっかりと勝ちに行くと、まあ、こういうことですね。まあまだ今日僕は笑っていません。試合中ももちろんですね、絶対笑わないですね。もうこういうあの大事な大事な、まあ、日本シリーズの前の一歩手前の最終決戦リーグ内の、まあ、そういう場面で試合中に笑うかって言ったら僕は絶対ないですね。でそれはできるだけ選手も気をつけていただきたいところですね。この間のサッカーの親善試合でも4対0まで、リードしていって、で、まあ、4対0のままこのまま終わるかなと、まあ、試合終了前の5分前か10分前ぐらいですね、ベンチにいる日本人選手がカメラに映っていた時に、まあ、隣に選手同士で、まあ、笑いながら話してたんですね。で4対1で試合終わってるんです。1点取られて。だからそういうところなんですよね。そのフィールドに、あの阪神タイガースのナインの人たちもう一回思い出してほしいんですけども、もし思い出せなかったら自分たちで VTR 見てもらって、これはすぐに確認できますから。今年のリーグ優勝は決まる最後の試合、9回2アウトになった時どうでした？ベンチにいる人たちみんなもうこれは勝てると思って、もうみんなウキウキ気分になってましたよね。それ本当は違うんですよ。世界戦とかこういうような本当はスポーツの試合っていうのは、最後の最後までベンチにいる人たちもみんな浮かれちゃダメなんです、本当はね。だからその辺のところを強引にその試合を取り行っているのは淡井圭介というところで、まあこちらが一切笑わない、そういうふうな部分で物事を進めてる。もちろん気を張ってる。その場その場の一球一球に合わせて選手のピッチャーの投げてるボールの状況、カウントの状況に合わせて言葉をチョイスしています。そのイニングが始まった時に、そのバッターにしてもピッチャーにしてもほぼほぼ 100% でいつも使ってる言葉は、何々選手へ淡井圭介の全力と力と頭の中をお渡ししますっていうワードを使ってるんですけど、だからその時ストレートもやっぱり威力ありますね。全力で投げ込んで、その威力のあるボールがいってるんで、まあボールカウントが先行した時はもうコントロール重視に一本に絞って、まあ、頭の中をお渡しするというような形のワードを使って頭の中を渡してますね。まあ、今日の試合はそれで、うん、まあ、ストライクゾーンにきっちりボールが行くか、まあ、例えば、相手が相手から空振りを取るようなボール、まあ、そういったものがしっかりと、まあ、変化して相手から空振りが取れてる、まあ、こういうふうな状況ですね。まあ、まあその辺のところはやっぱり長年スポーツの勝ち負けを取り組んできた人間のやっぱり爆発の違いでしょうね。だからあのラグビーワールドカップの試合が少し前にありましたけども、8月か9月ぐらいでしたっけ。で、まあ、まあ最初今年のね春ぐらいの時にラグビーワールドカップのその予定を見た時に、日本時間で朝の4時からとかだったんですよ、組まれてる試合の時間帯が。でこれはもう無理だっていうことで、僕はホームページにもう ラグビーワールドカップはもう辞退させてほしいということを述べてたんですね。で五郎丸元選手が、そういうことなら僕は頑張りますっていうことで、まあその僕の文章を見て、ラグビーワールドカップ自体時間帯、日本時間のその普通に起きてる時間帯に変更して、時間変えてくれ
ってたんですけども、まあ、五郎丸選手の方が頑張るということだったので、まあ、五郎丸選手にまあお任せしたと。まあ、ところがやっぱり、まあ、8対、まあ、30点ぐらいですかね。まあ、それぐらいの点数差で負けてましたね。で、まあ、ラグビーワールドカップ、その最後の試合は僕は参戦したんですよね。途中で2点差まで追い上げれた時点で、まあ、それは僕の YouTube にアップロードしてるラグビーワールドカップ、その、アルゼンチン戦だったと思うんですけども、まあ、そこで述べてる内容とか聞いていただいたら分かるかと思うんですけども、まあ、ちょっとしたことでね、他者によって、まあ、邪魔されてしまう部分ともあるにはあるんですよね。だからその辺のところが、まあ、どう対応していくのかっていう部分もありますし、そういうふうな部分があればあるほど、やっぱりこちらはやっぱり不利になるっていうのが事実であって、だからまあ、その辺のところは一般人の方たちは、まあ、そっとしておいてほしいね、淡井圭介のことを。その野球しか見てない人はね、他の試合の日程とか見てないでしょ。だから、スポーツの試合っていうのが、まあ、大抵、どこかの曜日のどこかの時間帯で、大抵どこかで何か行われてるくらいの考え方で、まあ、いてもらった方がいいですね。な、野球の試合が終わって、阪神ファンの人たちで、その野球が終わってね、その阪神タイガースが勝って、で、浮かれて、みたいなことを、そのような内容で接してこられたら、こちらとしては困るんですよ。その次の試合、その次の試合っていうものがあるんで。だからまあ、その先に3勝0敗に持っていきたいっていうものは、19、20日ぐらいかな、それぐらいの日にヴィッセル神戸の試合があるんで、ね、そこが、どうなるかなっていうのがあるんで、だから先に3勝0敗まで持っていきたいっていうところが、まあ、僕の、まあ、プランですね。まあ明日皆さん、まあもしかしたら明日ご覧になられてるかもしれませんけども、阪神タイガースの、選手監督コーチ、関係者の皆さん、明日きっちり、勝って、まず3勝0敗まで持っていきましょう。本日は、皆さんお疲れ様でした。以上です。